昔ある昔、中学校の時かな、姉がこの曲を聴いたりとかして、あ、いい曲だなと思って、その時聴いて、また日本の曲を聴き始めようと思った時に、日本語勉強のために、日本語の勉強のためにカラオケとか歌ったりとかして、漢字の読み方とかそういうのをこの曲で勉強しました。じゃあお答えしていきます。お願いします。離した窓に回る南部のディープスカイ、ああ青いて繰り返す日々に何の意味があるの、ああ叫んで飛び出すと
ーディングが終わりました。ありがとうございます。今は朝です。僕の喉はまだ寝てるんですが、皆さんに聞かせたいなと思ってやっちゃいました。じゃあね。괜찮아괜찮아얼굴괜찮아요뭐안해도돼응오케이지진나감지대